ポーランドの豆戦車 TK-3 豆戦車は軽戦車よりさらに小型、軽量、軽装備な戦車。タンケッテや豆タンクとも呼ばれる。イギリスのカーデンロイド豆戦車を豆戦車の講師とするのが定説である。無限起動方式の走行戦闘車両のうち、重量的に3トン程度を平均としてロットン未満のもののことを指すことが多く、ロットンを超えると、 軽戦車に分類されるのが一般的である。5から6トン程度だと、豆戦車か軽戦車か、どちらに分類するかは微妙なところである。その多くは2名、ないし1名で運用し、基本的には砲塔を持たず、武装も、機関銃を1から2丁備えただけの軽武装であり、装甲も薄く、合計7.62から7.92ミ、mm、リメートルの、 小銃弾をかろうじて防げる程度の厚さしかない。そのため、合計7.62から2 0ト、mm、ルの鉄鋼弾や対戦車ライフルや機関銃砲による敵の攻撃により、容易に貫通、撃破される危険性がある。実態は、移動機関銃統治下に過ぎず、基本的に、対人、対機関銃砲陣地、対飛走甲車両用である。なお、 一部には 20mm 機関砲や対戦車ライフル、対戦車砲、不評砲、火炎放射器、ロケットランチャーを搭載したものもある。戦艦機の軍縮時代である1920年代末から1930年代末頃にかけて数多く生産された。これらの戦車はより大型の戦車に比べて取得、製造、維持コストが安価であったため、 十分な軍備を持つだけの予算のない国家が、より後進国相手の戦争用に、また、植民地の治安維持用に、積極的に導入し、配備された。さらには、製造が、比較的容易であったため、戦車の国産化、独自開発を目指す国家にとっては、戦車の製造、開発技術の習得の手始めとしてうってつけであった。また、軽量ゆえに低出力エンジンでも高速で、 燃費が良いという利点もあった。特に道路、橋梁、鉄道、公安、船舶用、デリッククレーンなどのインフラストラクチャーが整っていない地域では移動、輸送が容易で小型軽量軽便な車両が重宝された。対戦車戦闘能力を持つ軍隊に相対するには生存性が低すぎ、戦車や走行車両や対戦車陣地を攻撃するには 火力や走行が不足していた一方、対戦車戦闘能力を持たない軍隊に相対するには十分に有効であり、イタリア軍による CV33 系列のエチオピア軍に対する活躍や、日本軍による92式重装甲車、94式系装甲車、97式系装甲車の中国軍に対する活躍などが知られる。また、植民地や占領地における、 治安維持を兵器として、まずまずの評価を得た。直接戦闘以外では、偵察や連絡任務、火砲や物資用、カーゴトレーラーの牽引にも用いられた。こうした補助的任務には、一応の装甲と自衛火器を有する豆戦車は有用だった。はじめから、戦車の名を冠せず、装甲車や牽引車などの名目で、開発配備されたものも多い。豆戦車には、 警察や連絡や輸送や警備などを任務とする補助車両としての面と本格的戦車の代替の戦闘車両としての二面性があると言える。前車としては有用であったが、後車としては能力不足であったと言える。第二次世界大戦中に能力不足がはっきりしたため大規模に配備している国はない。戦後の世界には 豆戦車というカテゴリーの車両は存在しないが、実質的に豆戦車と呼べるものは存在する。その場合、戦後の世界の軽戦車の重量が20トン近くにまで上がっているので、10トン前後までの送輪、早機式走行戦闘車両は、豆戦車と便宜的に呼んでも差し支えないであろう。今日でも使用されている豆戦車の子孫は、軽便さを生かして、空挺部隊や、 警察部隊で補助的に使われている。つまりは、早期展開や、国外派遣、不表示加強といった限定的な任務を担っている。スコーピオンや、ビーゼルや、オントスや AS、ASU-57 が代表例。日本の陸上自衛隊では2008年まで60、式自走無反動砲が、普通科の不表示加強に使用されていた。なお、 主力戦車より安価軽便な代替車両としては、小型、軽量で、ライフサイクルコストが低い装輪装甲車が配備され、かつての豆戦車に近い地位で配備されている。武装としては、無反動砲、低反動砲、機関砲、対戦車ミサイル、個人蛍光式地対空ミサイル、迫撃砲、グレネードランチャー、重機関銃、などがある。 こうした従来型走行戦闘車両の流れとは別に近年はアメリカ、ロシアなどで開発され急速に発達しつつある総輪、総機式の無人ロボット兵器の存在を新たな豆戦車として挙げることができよう。これらの無人ロボット兵器は初期の爆発物の処理といった防御的役割から現在では攻撃的役割を担うまでに進化している。人命の喪失及び防御及び 乗員の搭乗スペースを考慮する必要のない、無人ロボット兵器には、走行がないことは、指したるデメリットではない。むしろ、軽量、輸送の便利さ、アンカー、消費源、製造の容易さ、数を揃えることができる、イコール被害を分散できる、イコール戦力の低下を緩やかにできる、対人用途に向いている、車体が小型の割に武装が強力、射撃が正確、被害を顧みず、 リスクの高い作戦に投入することができるなど、従来の豆戦車と同様の利点を最大限に課すことができるメリットがある。従来の豆戦車が戦闘車両として捨てれた理由は、乗員を防護できないからである。人命を最もコストが高いものとすると、最もコストパフォーマンスの悪い兵器であり、乗員を危険にさらす割に、それに見合う火力もなく貧弱だったからである。 無人ロボット兵器にはそうしたデメリットを覆す可能性がある。例として、ロシアのウグブ、ウランマイナス9を挙げる。重量10トン。全長5.12メートル。全幅2.53メートル。全高2.5メートル。速度聖地35キロメートル。H 不聖地時速10キロメートル。武装2アンペア7230ミリメートル。機関砲1。 PKT, PKTM7.62mm PK 機関 11, QM120 アタカ対戦車ミサイル4、シュメル M サーモバリックロケットランチャー6内市12火力支援を目的とし、専用車両のオペレーターによって遠隔操作される。現在の技術では、オペレーターの介在が必要であり、未だ AI による 完全自立にまでは至っていない。豆戦車は、その名称から、戦車の一種として見られてしまうことが、しかし戦車としてはあまりにも非力なことから、その評価を下げてしまう一因となっているが、視点を変えてみると、また違った評価をすることもできる。すなわち、機械化不評としての豆戦車という視点である。豆戦車は不評そのものを機械化したものとみなすことも、できるからである。 豆戦車とは、不評に、という、生身の人間には、不可能な、甲、棒、層が揃った、これらの超人的能力を同時に与えるものである。当然、これらの能力を持った、機械化不評は、そうでない生身の不評に対し、圧倒的優位に立つ。つまり、豆戦車という兵器を、戦車寄りの視点で見るか、不評寄りの視点で見るか、で、その評価は変わってこよう。 イギリス、フランス、イタリア、王国、ベルギー、ソビエト、連邦、チェコ、スロバキア、大日本帝国、ポーランド。ありがとうございます。